おはようございます、皆さん。 Today I'm gonna react to the video called Fancy Frank Speaking Japanese. Let's see how good and funny Teacher Frank's Japanese is. Let's start it. ようこそ皆さん、ようこそフィルシーフランクショーへ。いやー、やっぱりね、俺はトンカツが大好きなんだ。なんか言うよ、ボケ。お前、何かしたって、お前、酒飲むな。おはようございます。今日は、チャーハンを作ります。フライドライスですね。さて、始めましょう。チンチンの強さは、最強だ。フランク、エッチしようぜ。エッチしようぜ。これは僕の家だ。おいお前、おいお前、それお前ロケット乳首あるやろ。やっぱりな、俺はロケット乳首が大好きなんだ。ごめんな、俺はちょっとしこってたんだよ。これ見てごらん。俺はヴィクトリアの秘密が好きなんだ。あ、ヴィクトリアシーク、神様のためにこいつは気持ち悪いぜ。ちょっとな、これバターがないんだけどな、俺バターが欲しいんだ。お前さ、やんのかボケ。おい、おい、こっち来いよ、お前。He's very furious。やんのか、お前。お前、僕を誰やと思ってるか分かんけどさ、ちゃんとせよ、ボケ。これ、もうこれ、あげたるからな。これ、ビデオ見てるか、ボケ。はこれ、俺、ちゃんとあげたるから、言うけど、東京であったらしばくぞ、お前。何変なもん送ってんねん、俺の PO ボックスに。ちゃんとせえ。Oh my god, you guys might not understand what he's talking about, but the way he talks in Japanese, it's actually Osaka dialect, it's really scary. It's like Japanese Yakuza or Sad. Kancho! あなたの名前は何ですか? All 20 Blades, you faggot! ようこそ。あなたは。ようこそ。アナルセックスが大好きです。フィルシー・フランクのショーへようこそ。なんか言えば。なんだこれは、美味しそうだな、このタブル。ジュースメン。ケツを食べる。お前、調子に乗りすぎやろ、ガス。このピカチュウを捕まえてやる。おい、ポケモン。ピカピカ。ディグだ、トランセル、行け、420。燃えろ。だから普通にトランセルじゃねえよ、うるさいんじゃこいつら、ほんまに。オーマイガーシーシー。お前涙散らしてくれ、お前酒飲むな、酒飲むな、酒飲むな、ボケ。シンコ洗ってこい、ボケ。シンコ洗ってこい、ボケ。何すんだよ、お前。そんな、ねえ、シンコめくったらさ、なんかチーズとかそんな変なこと出てくれ。こっち来い、ボケ。こっち来い。お前、ファミリーマートの前で待ってろよ。ファミリーマートの前で俺らチューハイ飲んでるから待っとけよ、ボケ。He said that he will be wearing and drinking the alcohol in front of family man. And people like that are absolutely sad. So be careful of them if you are coming to Japan. And also, the person who is wearing yellow clothes is Gufo, I think. Probably his kind. 今日はすごい面白いものを教えてやるよ。俺のクローゼットの中にユダヤ人が二人いるんだ。 Jewish man. 両方とも死んでる。こんなのずるいやろ、普通に。なんやねん、これ。お前の顔がずるいわ、お前。全然食ってないやろ。俺全部食ったわ、ボケ。お前何も食ってないやろ。こいつウサギみたいにザクザク食べとって、お前これ何も食ってないやろ。ええわ。まず420、燃やせ、このおかまやろ。これ一つのことを分かってくれ。女子は、うんこではない。なあ、で。おはようございます。今日は、ラーメンを作ります。おー、ラーメン。楽しみですね。じゃあ、始めましょう。貴様、てめえ、ぶち殺してやるからね。なんだと、やめろ。まさか、お前は何者だ。うっそぴょーん、まあ、うっそぴょーん、あげたるわ、な。俺、ええやつやから。あげたるわ、ちょっと、なんか、ええもん言ったろ、大丈夫。またな、あお前とセックスをしなければよかった。Oh, and this is the end of video. I really enjoyed this video too. He is awesome entertainer. And I was really surprised that his Japanese is perfect. So as I guessed in my first video, he's bilingual. Anyway, thank you very much for watching. And please don't forget to subscribe to our channel too. See you soon. Bye bye. It's J.E. Lee, motherfucker. It's J.E. Lee, bitch.